世界保健機関 WHO 諮問委員会で顧問を務めるジェイミー・メッツル氏はこのほど、圧倒的な状況証拠によって中共ウイルスは中国の武漢ウイルス研究所から流出した可能性が非常に高いと示しました。オーストラリアメディアスカイニュースが4日伝えました。WHO は3月30日、中共ウイルスの発生源に関する報告書を発表しました。同報告書は様々な仮説の可能性についてランク付けしました。この中でウイルスが中間宿主を介してコウモリから人に感染するいわゆる人獣共通感染症がパンデミックの原因である可能性が最も高いとしました。コウモリから人への直接感染の可能性はその次に高いということです。しかし、武漢ウイルス研究所から流出した可能性は極めて低いと言います。メツル氏は4日、スカイニュースの取材に対して、WHO が単独でこの現地調査を行ったのではないとし、今回の調査は WHO の一つの独立諮問委員会と中国側のチームの共同研究であると強調しました。同氏はまたこの調査は全ての仮説を検証できていないと指摘し、権威あるものとは言えないと話しました。重要なのはパンデミックの発生源を調べる際、可能性のあるすべての仮説を徹底的に検証する必要があると思う、とメツル氏は述べています。同氏はさらに、私の見解では、この合同チームの研究結果には信憑性と妥当性がない。調査員らはいくつかの仮説を検証したが、他の仮説を検証しなかったにもかかわらず、軽率にも異なる仮説の可能性をランク付けしたとしました。メツル氏は、私は中共ウイルス SARS-CoV-2 が実験室の漏洩事件から始まったと断言できないが、実験室流出説を裏付ける状況証拠は圧倒的にあると話しました。同氏は状況証拠として、武漢市に菊頭コウモリが生息しておらず、武漢市には中国唯一のバイオセーフティレベル4のウイルス研究室があり、中国当局は感染が起きた初日からサンプルの廃棄、データベースなどの情報記録の隠蔽、ジャーナリストの投獄など大規模な隠蔽工作を始めたと挙げました。アメリカのトランプ前政権下でアメリカ疾病対策センター CDC の所長を務めたロバート・レッドフィールド氏は3月26日、アメリカ CNN のインタビューで、中共ウイルスは武漢ウイルス研究所から流出したと発言しました。同氏はこの説を信じない人もいるが、最終的には科学で解明されると述べました。同氏は今年1月20日、バイデン政権の発足に伴い、CDC 所長を退任しました。新疆問題をめぐって中国のネット世論工作員はオーストラリアシンクタンクのオーストラリア戦略政策研究所 ASPI の女性研究員で中国出身の許秀柱氏を新たにやり玉に挙げました。許氏は ASPI が昨年発表した中国当局によるウイグル人への
強制労働に関する報告書の作成に関わりました。ASPI が昨年2月28日に発表した調査報告書、販売中のウイグル人、ウイグルス・フォー・セールによると、中国当局はウイグル人をはじめとする少数民族の人々を西部の新疆ウイグル自治区から全国の工場に大量に送り出しています。ウイグル人らはアップル、BMW、ギャップ、ナイキ、ソニー、フォルクスワーゲン、アディダス、ファーウェイ、サムスンなどスマホやアパレルや自動車分野の少なくとも82の世界的なブランドのサプライチェーン工場で強制労働をさせられているということです。同報告書は2017年から19年までに8万人以上のウイグル人が新疆ウイグル自治区から全国の工場に移送されたと示しました。中国当局は3月24日、1年前に新疆綿を利用しないと発表した H&M へのボイコット運動を呼びかけました。中国ネット上はボイコット運動が広がり、他の外資アパレル企業にも飛び火しました。しかし、対米関係上で中国当局は欧州連合 EU を懐柔する必要があるため、共産党機関紙人民日報の胡錫進編集長らは、3月末 SNS 上でボイコット運動を沈静化する必要があるという主張を展開しました。しかし中国ネット世論工作員五毛党は3月31日から新疆綿の話題を煽った黒幕だ、養女、売国奴などと批判の矛先を ASPI 研究員の許秀柱氏26歳に向けました。動画共有大手の YouTube でも許氏を中傷する動画が投稿されています。非難を受けて許氏は今月1日、Twitter 上で複数回投稿し、ウイグル人への強制労働が終焉するまで報告書を書き続けると表明しました。許氏は投稿の中で、2017年メルボルン大学の在学中に新疆ウイグル自治区での人権問題に興味を持ち始めたとしました。同氏は学生時代、米紙ニューヨークタイムズに寄稿をしていました。大学卒業後、オーストラリア放送協会 ABC に入社し、オーストラリアのウイグル人住民に取材していました。同氏は、私にできることは事実を書くことだと語りました。同氏は ASPI が新疆問題をめぐる報告書を発表した後、中国当局から恫喝を受けたと明らかにしました。中国国内にいる同氏の親族や友人が連行され、取り調べや嫌がらせを受けたということです。中国ネット世論工作員の非難について、許氏は、私は新疆綿について書いていない。強制労働を書いたのだ。実際に多くのアパレル企業、電子機器企業、医療用具メーカー、食品企業ですら、ウイグル人の強制労働に関与している。この問題は新疆綿より深刻だ。と反論しました。許氏は2019年の香港民主化運動で香港のデモ参加者への支持を表明しました。同年8月、同氏は駐オーストラリア中国大使館の支持で集まった中国人留学生らがシドニーで
香港の民主化デモに反対する集会を行っている様子をツイッター上で生中継しました。この数日後、許氏はシドニーモーニングヘラルド紙でこの集会を報道し、ご毛頭から受けた攻撃・中傷に言及しました。同紙は記事で、自身がオーストラリアに渡った当時、中国共産党を擁護する民族主義者だったと明かしました。大学の授業でレポートを書くために、オーストラリアに亡命した中国の反体制活動家を取材することをきっかけに、中国当局への認識が変わったということです。許氏は2014年、留学でオーストラリアに渡り、現在同国の永住権を取得しています。中国共産党の横暴と弾圧を指摘したインド太平洋の民主主義国家は、パイナップルやワインなどの生産品を重視することで、友好的な提携を行い、いじめに対して平和的に対抗しました。2021年3月上旬、北京は有害生物が中国に入り込む恐れがあるとして、台湾からのパイナップルの輸入を中止しました。ブルームバーグによると、台湾の生産者は2020年に中国に約4万トンのパイナップルを販売し、これは台湾の果物の総輸出量の 95% 以上でした。台湾から年間推定1000億円相当、10億米ドルの食品、農産物を購入する世界第2位の輸入国によるボイコットにより、地域全体の貿易パートナーとの関係がさらに悪化しました。台湾の蔡英文総統は、パイナップルの輸入禁止を奇襲と呼び、アナリストは中国が領有権を主張する人口2400万人の自治政府を持つ島を搾取しようとする策略だと主張しています。私たちのパイナップルは世界最高の品質です。さらに多くの国に販売するように取り組んでいます。あなたを笑顔にすること間違いなしです。と、蔡総統は3月2日にパイナップルをかじろうとする笑顔の写真とともにツイートしました。台湾はハッシュタグフリーダムパイナップルを使って、ソーシャルメディアは世界中で組織的な運動を始め、フルーツ好きな人たちがパイナップルビールやパイナップル入り牛肉麺などあらゆるレシピをシェアしています。台湾中央通信社の報道によると、オーストラリアや日本を含む諸国は、台湾国内の小売業者や地元の有名人と同様に、台湾のパイナップルを大量に注文しました。サウスチャイナモーニングポスト紙の報道によると、香港の果物卸売会社に勤務するサウ・ファン氏は、台湾産パイナップルを求める顧客が増えていて、彼らへのサポートを表していると述べています。オブザーバーによると、中国は批判者を罰するなどして、経済力を圧力にしてきました。2020年には、ワイン、大麦、牛肉、ロブスター、石炭や木材などのオーストラリア産の製品に報復関税を課しました。中国当局者は、オーストラリアが中国共産党の香港と台湾での行動を非難したことや、中国武漢市で初めて新型コロナウイルス感染症のパンデミックが流行の原因に
独立調査が必要と提唱したことに対して機嫌を悪くしたようです。オーストラリア放送協会によると、中国はオーストラリアワインに最大輸入国であり、2020年には約1億2300万リットルを約1000億円相当、約10億米ドルで買い入れています。地域のオーストラリア同盟国と提携国がオーストラリアの支援に駆けつけました。私たちはフリーダムワインを支持することでオーストラリアを支援しています、と台湾外務省はツイートし、ワイン2本の写真を掲載しました。アメリカはオーストラリアに対するこのような貿易行為は、アメリカと中国の関係を阻害すると北京に警告しました。アメリカ大統領ジョー・バイデンのインド太平洋コーディネーターであるカート・キャンベル氏は、2021年3月、シドニーモーニングヘラルド紙に、アメリカはアメリカに近い同盟国に対する経済的制裁を実行する国とは、二国間の関係を改善できないことを明確にした。オーストラリアの問題を放置しないことが同盟国としての役割として重要だ。オーストラリアだけでなく、フィリピン、ベトナム、台湾、日本などもこのような非公式な措置の対象となっていると述べました。中国の罰則的な貿易措置は国内でも裏目に出ている可能性があります。2021年2月にロイターが報じたところによると、特に厳しい冬の直前にオーストラリアからの石炭の輸入を停止することで需要が上昇しました。中国は供給を制限し、国内価格が上昇しました。同様にワインに対する関税は小売業者や消費者を失望させています。中国アモイでワインを輸入しているロン・ガイアナ氏は、中国の消費者は他のワインよりもオーストラリアワインを選びました。なぜなら同じ品質のワインをより安価で手に入れることができるからです。私の商売に大きな影響を及ぼすと思います。関税がかかることで販売価格は少なくとも3倍になるでしょう。と、オーストラリアのニュースウェブサイト、news.com.au に述べました。皆さん、大紀元ウェブサイトの会員登録はお済みですか？大紀元ウェブサイトでは最新ニュースがいち早くご覧いただけて、どなたでも無料でご利用いただけます。登録は簡単。この動画の概要欄のリンクを押していただき、ご自身のメールアドレスと任意のパスワードを入力して登録するのボタンを押してください。そうしましたら、ご自身のメールアプリを開いていただき、エポックタイムズジャパンから届いたメールアドレスの確認メールをご選択ください。メール下方に記載されている URL を押し、ログインボタンを押してください。再度メールアドレスと先ほど設定していただいたパスワードを入力してログインしたら登録完了です。エポックタイムズの記事を制限なくお読みいただくことができます。では真実と伝統を伝え続ける大紀元をお楽しみください。Thank you.